2アウトランナー2塁ですが、打席に怖い中田を迎えます。この中田には山崎、今シーズンファイターズ戦防御率 1.69 ということなんですが、ホームラン3本、そのうち2本をこの中田翔に打たれている。まあ、そう考えるとね、なかなかちょっと相性的にはこう苦しいですけどね。さあ3ボール2ストライク、中田に対してラストボール、ここは少し山崎がプレートを外します。まあ、今のように勝負に行く中で広くの中で行こうと思ってるんでしょうけど、ちょっとこういう間をずらすこともね、バッターに対してもちょっとこう嫌な雰囲気を与えますから ね、大事な要素でしょうね。さあ日本ハムファンがこの大谷のマウンドを待っていますが、その前にまず4番が得点を奪うことができるか。レフト前に落ちる、今日も4番の一振り、ファイターズが先制です。大谷に対してまず1点、中田101打点目ということになります。3ボール2ストライクからの投球でした。まあね、その前の2球がワンバンになってましたから、はい、で最後に思い切って腕を振りましたけどね、やっぱり今ぐらいの甘く入るとやっぱり中田でしたらね、やっぱりきつい捉えますよね。エースにまず1点のプレゼント、4番のバットです。